こんにちは、柴田です。今回はバーニーのレスポールタイプのレビューなんですけれども、ちょっと変わったバーニーの RLG です。これはですね、非常に珍しいバーニー RLG のプロトタイプになっております。通常のレギュラーラインで発売がされていない、めちゃめちゃ貴重なレスポールタイプになっておりますよ。千葉管楽器さんにね、入ってきたので、こうしてね、私鳴らすことができるわけです。 RLG は結構ね、ランクがあるんですけれども、その中でもね、これはね、上位の機種なんじゃないかと。なぜかというと、インレイがね、非常に高級です。ちょっとね、カメラじゃ分かりづらいかもしれないんですけれども、テカテカしていて、こちらもそうですね、上位機種はね、上等な素材が使われております。木材もね、しっかりしているので、これね、上位機種をモデルに組み込まれているなと。プロトタイプということは、まあ、試作品ですよね。今後どういったものをリリースしていこうかっていう中で、試行錯誤しながら試作品として組まれたのがこちらになっております。このね、いかついトレモロ、スタッツバーブリッジというものらしいです。 P90 みたいなんだけれども、ハムバッカーのサイズになっていると。これもね、非常に珍しいところではあるんですが、私シーバードがね、ちょっと存じ上げないだけで、このピックアップもね、このトレモロも非常に有名な機種のようです。ピックアップはケントアームストロングとなっておりまして、まあ、そのケントアームストロングさんはですね、ビル・ローレンスにこのハンドワイヤリングの方法をですね、学んだと。お弟子さんということなんですかね。非常に貴重な方ですね。そしてこのスタッツバーブリッジ、ご覧ください。いかついけれども、このね、レスポールにピタッとはまってるんですよ。これは木材の加工ゼロです。ザグリ全く必要なしです。レスポールのパーツにバチッとはまるように作られております。以前ケーラーのね、トレモロが乗っかっているレスポールをレビューしているんですけれども、ケーラーよりはですね、結構緩い力で動くバーだなという風な感じです。バネがちょっと緩めな感じなんですかね。こちらが軽々動きます。ちょっとザグリもなくですね、このバネ部分だけを動かすようになっているので、ギュワーンとかみたいにこのウィーンっていかつくやることはちょっとできないんじゃないかなと。レスポールに加工とかなくですね、このトレモロをつけれるっていうのはかなりの利点ですね。ボディはマホガニーバック、メイプルトップ、そしてネックもマホガニーになっておりまして、グローバーのペグがついてます。非常にしっかりしたペグです。これね、国産じゃなくて中国で組まれたようなんですけれども、作りはね、非常に綺麗ですよ。でサウンドなんですけれども、これね、ハムバッカーっぽいんですけれども、中身はね、 P90 らしいんですよ。甘くてね、マイルドな感じのトーンで、ボリュームでね、結構ね、ニュアンスの違いを出せるから、めちゃめちゃ面白いです。ナチュラル系、クランチ系でね、非常に甘いサウンドを出してくれるんですが、ドライブでもね、全然キンキンせずに、ローの音もね、こうズンズン歯切れよくね、しっかりと鳴ってくれますよ。やはりね、プレゼン用に作られたということで、作りもしっかりしてますし、音もね、かなりまとまってるなという風な印象です。ではこれから音聞いていただきます。
Thank you.